ば。よかったね。あ、来た。DMU。VMU。HPS。X。レンダーパイプライン。レンダー。やあ、黒来た、黒。ザニキ。ブレステリスペクトいいね。ブレステリスペクト。ザニキは可愛い感じだけど、続編は恋愛っぽいんだ。いい感じや。ザニキの続編？この人の続編は全部やってるよった僕は。この人のゲームはすごく良い。ザニキをプレイすると。メニームーンアゴー、たくさんの月の後。何ヶ月も前、ここで私の記憶が抹殺された。病院で目覚め、新たな人生が始まった。落ち着きのない夢の中で私はこの場所に何度も戻ってくる。ザニキー、明日は同じではないだろうか。同じではない。神社。わあ、あ、これタンク操作だ。白髪のザニキもいる。白髪のザニキ。タンク操作とは、バイオハザードみたいな感じね。トゥームストーン。墓石。で、それインタラクトするよ。古いお墓だ。墓石だ。名前はミウ。ミウちゃん。とりあえず神社に行ってみようよ。わあ、ここだけ一人称になる。パデスタル。パデスタルとは。ペレスタル。木製の台座。何かが足りないようです。何が足りないの。運転サイン。ティゲットシュラインこんばんは。ティゲットシュラインこんばんは。看板にはシゲト神社と書かれています。シゲト神社、シゲト神社。灯籠、灯籠があるよ。やっぱ灯籠って石の灯籠って和な感じがするような。シフト押してるけど速くなってる感じがしない。わあ、後ろ入れるよ。ワニキ、ちょっと音でかいな。まだザッザッザザッザッザするザニキ。よし、ガチャ。誰かいる？これ私？効果音良い。ザザザ、地下室に通じる木製のドア。鍵は買っている。これがそうか。ここにいるときちょっと黒く見えていたのか。色が悪いと思ったんだけど、肌の色が。主人公ね。この中にいるとライティングでそう感じるのか。ドアはしっかりと閉まっている。多数のシールが貼られている。何かを書く？猫。何も起きなかった。ザニキって書けばいいのかな。ザニキ。ザニキじゃダメなんですか。ザニキ。日本語のフォントが入ってるんだ。しかしこれ。ほこりっぽい本の印象的なコレクション。うららはほとんどがひどい状態にあります。モストリー、ほとんどがスピリチュアルな話題。ファザーシゲト、それらはすべて父シゲトのものです。ファザーシゲトのもの、そのうち一つは園芸と埋葬に関するものです。ザニキ、ザニキどうして教師っぽいんだろう。
ドアの鍵がないよ。何を持ってないよね。あら、外を探索すべきか。どこ、私、やばい、消えた、やばい、どうしよう。なのでは。ヨンシーっぽいよね。ヨンシー。あそこに光ってるものがある。アジサイ咲いてるよ。アジサイ、アジサイ、アジサイ。アジサイ、アジサイ。どうした？アジサイって呼ぶ人いるよね。あれ？今なんか撮った？撮ってんの消えたんだけど。ミュ、ミュなのか、もしかして。ミュってこと？打つべき言葉は。ミュか。ってことですか。ミュ。ミュか。ミュミュ。タニキかわいいな。タニキの謎を解きたいよね、でも。たまに一人称になるときは何なんだろう。かわいい。兄貴。兄貴と。た。あん。あん。ミュウちゃん。ミュ、何かが起きた。よっしゃ。ズビンズビンズビン。フレームスピリット。Did you guys scare you? 怖い？脅かしちゃった？これは私の意図じゃなかったよ。私の名前はミュ。それでここでの領事は何？この神社の宝物を略奪しに来たの？アンカワーシークレッツ。この神社の宝物を略奪しますか？その秘密を明らかにするつもり？冗談だよ。君が何しに来たのか知ってるよ。私はあなたを知ってる。マジ。おそらくご存知の通り、私はもうこの世界の一部じゃなくなっちゃった。I'd like you to find my body.私の体を見つけてほしい。それで私は先に進むことができる。何？あまり覚えてない。だから私にはあなたに関する手がかりがないの。マジで。助けてくれたらあなたが誰であるかすべて話すよ。それはこの神社の壁の中のどっかに残ってるに違いない。壁の中に埋められてるの、ミユちゃん。気をつけて。ここでは私たちは一人じゃないんだよ。追ってくる者がいるのかな。今は休んでる必要があるけど、輸送してもらえる。トランスポート、ミー。わっ。ランタンになった。錆びた、古びたランタン。発する光があなたの心を癒します。やったー、ランタンゲットした。チュートリアル、インベントリーのチュートリアル。タブキーを押して、インベントリーを開いてね。スペースキーで装備できるよ。タブキーをもう一度押すと閉まるよ。あれ？歩いちゃってた。イクイペル。クイプ、血がついてるよ。ハンドルの周りにきつい結び目がある。鋭利なものだと切れる可能性がある。刃物が必要だ。え、何？なんだね。なんだこれ。乗れた。何それ。私をびっくりさせたっていうこと？怖っ。なんじゃ、つねくは驚きませんよ。いい。かわいいからな、この子。言うても。
ちどっち？こっち場所？いけない。いい。なんかこっち行けない。あれさっきこっちから来なかった。あれどうなってんの？怖い。どうなってんの？どこここ？なんか防がれてるよ。どうなってるんや。どうして？特に何もないよ、ここ。諦めよう。本当に諦めていいのか？燃やそう、このランタンで。すべてを。なんか光ってる。2エンプティーサークル。地面に2つの円が書かれてる。2つ。2つのものを入れるべきでしょう。なんと。ここは光ったけど、遠くから見ると光るんだよね、こういうの。なんでなんだろう。出してに通じる。木製のタイヤ光ってるよ。光ってもどうしようもできないんだよ。ミュウちゃんの体は、お墓の中に入ってるわけじゃないの。外に行けというのかね。待って、走るボタンってシフトキーって書いてるよ。本当にシフトで走ってる？歩いてる？競歩してる？ミュウちゃん、灯籠に光をと灯す。ここになんか足りてないって言ってなかった？何か足りないような。積んだわ、早くも積んだわ、このゲーム。どうしよう、どうすればいいんだ、どうすれば。猫は弱い、こういうゲームに弱い。落ちたもの拾えないの。本棚を調べながら行くしかないのか。本棚、ほん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 。どうして、助けてー。なんかあったよ。こっち通ってなかった、もしかして。ずっと通ってなかった。帰りの儀式。飛んじゃった。ちょっと待って。外部から遮断された乙女。10年間外界から遮断されていた乙女。書かれるでしょう。彼女の頭と体は儀式用のナイフで分離されている。マジ。次に乙女の血を使って円を描く。彼女の体部分は円を描くように配置されます。いえ、グロジャン。そうすることで悪魔との平和のために乙女の魂を引っかえることになります。リストの残りの部分は解読できません。ページから何かがこぼれ落ち、滑り落ちる。ベースメントキー。え？あ、なんかいる！なんかいるんだけど。今どこにいるの？あ、やべ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 。どうなった？どうなったの今？今どうなったの？これホラーゲームでしたか、これは。もしや。猫が苦手な類の。追われるゲーム。
猫が苦手なゲータイウイの。怖いよいけるんじゃねこれ。いけないか。ビビらせやがって。え出ちゃった。鍵を使った。やだよ。貞子出てきそうじゃん。来る、きっと来る。テレビから低い、テレビから低い波紋が聞こえます。え？テレビの中入っちゃった。なんかある。木が浮いてる。ハム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 。あれは風車？いや、電信柱か。水没した街じゃん。いきなり精神世界的なのに。すごい、何あれ。あんま近づきたくないな。あ、私じゃない？誰もが彼女に夢中だった。彼女のただの存在を通して。彼女は人々を嫉妬深い怒りに駆り立った。マジで。彼らはしばしば生息者の間の残忍な暴力行為を引き起こした。神社で。彼女の肌はまさに絹のようだった。アライブ。若い純粋な。彼女が私を警備員以上の存在として見ていてくれたら。あの男がやってきて彼女の心を奪うまでは全て順調だった。彼女の死体を見つけたとき、彼女の頭はなくなっていた。ついに彼女の一部を手に入れられる機会が得られた。え、彼女が生きていたときにあの男がそうしたように、私は彼女の心臓を奪わなければならなかった。え、これだけでは私の空腹は解消されなかった。私は彼女の肉を味わわなければならなかった。誰よりも彼女に近づくために、それについて考えると、あなたは彼女によく似ているね。どういうことだ？あー首吊ってる。いえ。どういうことやねん。可愛い絵柄じゃなかったら耐えられなかったわ、このゲーム。あれ、動けない。動けた。怖いよ、なんか持ってるよ。ナイフだ。シャープナイフ。下ろしてあげよう。彼は何かを落とした。彼なの。おそらくそれを使用する必要がある。イクイプル。ナイフを使って彼のお腹を開きます。なんでや。イエーいやお腹の中からミュウのボディが手に入ったよ。なんでや。食べたから、食べたからなの。食べたからなの。いや。なんでや。なんでや。これで怖いの来ても倒せんじゃない。丸飲みしたわ。怖っ。消化前だった。ミュウの体を置いた。うわ、もう血じゃん。ここに上にあるときは綺麗な体だったけど、実際は血がぐじゃってなってる。すごい色の物体だったわ。これで切ろう。踏んでる。じゃった。ハンドルの周りにきつい結び目があります。ナイフで切ります。ガチャ。見えない。あ、タンタン、タンタンタン。え、ここ入れてしまった。エルフの中に当たり判定がなかったんだ。木製の本棚。
地面にいくつかの引っかき傷があります。それを進めるのはあなた自身。ああ、まだ入らんとこ。ダイアリー。テーブルの上に日記が書かれています。父シゲトの日記。私は何かひどいことをしたことを知っている。でも私より強かった。彼女を見つけたとき、私は彼女の頭を切って奪おうと決心した。夜に彼女が私に話しているのが聞こえる。彼女がどれだけ私を愛しているか教えてください。あなたは私を拒否したけど、あなたは微笑んだ。彼女は母親にそっくりだ。彼女の双子の妹のクロは彼女とは全く似ていません。ミュウとクロは双子だったの。ということなの。私は黒だよね、多分。つながってしまったな。似てるってのはそういう意味だったの。彼女は熾烈な父親に似ています。どうしてそんな男が母親のような女性を手に入れることができたのか。黒が存在したことを後悔させるためなら何でもするよ。黒ちゃんかわいそうやん。事件以来、私は彼女を本棚の後ろに閉じ込めたままにしています。あれ違うのか。彼女は生きている。私は彼女を生かしておく。しかし彼女は自分が死んだことを望むでしょう。え、なんか来た、なんか来た、なんか来たんだけど。なんか来たよ、後ろに。怖いのが来て、消えたの。え、黒の死体なの、こっちは。ということなん。バッグから血が漏れています。ミュウの頭って言ってるよ。クロはどうなった？クロはよ。ベッドの上には日記が置かれています。頭くるくる。クロの所有物です。触らないでください。あなたは警告を無視することにしました。頭回ってるわ。こうなったのは全てミュウのせいだ。え、クロはミュウも。恨んでるわ。私は彼女が大嫌いだからもっと早く死ねばいいのに。いつも彼女の影の中にいる。誰もそれを発見しなかった。彼女を殺したのは私だ。私は彼女を刺し殺した。で、彼女を腐らせた。現以来、父シゲトが私をここに閉じ込めた。彼女自身の双子が彼女を殺害したとは誰も疑っていない。誰も知らないだろう。それをどれほど正しいと感じたか。え、可愛くてみんなのアイドルだった、ミュウちゃん。それを殺したのは私なのか。なんか来そうで怖いな。なんか来そうで怖いな。やめてね。よし、辿り着いた。わーい、ミュウヘッドを置いたよ。どっちもゴミ袋に入ってる。侮辱。血が滴っている。どうすんの、これ。何かが起こった。絶対殺しに来るよね、私を。恨んでるよ、ミュウちゃんは。あ、ダニキ。ザニキニ、ザニキニって書いてる、ザニキニって。ザニキニー、ザニキニー、ザニキニー。そう。これが、ザニキニってこと？ザニキニ？ザニキツー。これが私が行き着いた経緯ですよね。なんていう哀れな運命だろう。私の魂がずっとここに保管されていたのも不思議じゃない。そして、あなたの過去について。私を殺したのはあなただ。やはり黒だったの、私が。今すぐ思い出しても大丈夫です。髪質は結構違うな。私はもうあなたを憎むことはない。私のせいでみんながあなたをどのように扱ったか、私は知ってる。
なたが私の将来の夫についてどう感じてるか分かった。できることなら全てをあなたにあげたかったけど、しかしは人々が私の周りでどのように行動したかについて私には制御できなかった。はいつも私にこれら全てのことを強制していた。最後にもう一度だけ妹に会いたかった。久しぶりにここに戻ってきてくれて嬉しいです。なお一緒に家に帰ろう。死んだ。死んでしまったは記憶を取り戻した私。いつか私たちはまた一緒になります。クロちゃん、耐えきれなかったか真実に。リス肉、わあ、ザニキすごいな。ザニキ、かわいい絵柄で怖かったわ。いいゲームだった。すごいね、もう世界観が完成してるよ。すでに面白かった。面白かったです。ザニキとは一体ザニキってな、ザニキにって何なんだろうね。ザニキはわかる。ザニキには一体。面白かったわ。この方のゲームもう一個プレイするんだ。ハウンテッド PS1 ハロウィンジャムだ、やっぱり。マイドリームバックルームデートもプレイするよ。バックルームってにはなんか、